東京メトロ丸の内線茗ヶ谷駅へ来ました。朝の通勤ラッシュの時間帯が過ぎると、新宿方面から来る茗ヶ谷行きの電車が数本設定されています。これらの電車は駅のすぐ近くにある中野検車区小石川分室へ回送電車として入場します。こちらは茗ヶ谷駅と中野検車区小石川分室の概略図です。茗ヶ谷駅の2番ホームに新宿方面から来た茗ヶ谷行きの電車が到着します。到着して1分少々で茗ヶ谷駅から折り返して中野検車区小石川分室へ入場していきます。到着いたしました列車は川北までの列車でございます。よろしくお願いになりましたのでご注意ください。北の方面ご利用のお客様、次に参ります列車をご利用ください。到着の列車は茗ヶ谷止まりの列車でございます。よろしくお願いになりましたのでご注意ください。まもなく番線参ります電車は東京止まりです。黄色いブロックの内側までお下がりください。この電車にはご乗車になれませんのでご注意ください。お電車は東京止まりです。折り返し用の信号が青に変わりました。車両基地への入場を示す右の矢印が点灯しています。ありがとうございました。キャプテン方面ご利用のお客様、次に参ります列車をご利用ください。茗ヶ谷行きの電車が来ました。中野検車区小石川分室への入場、そしてポイントの切り替えまでをノーカットで収録しています。今回もご覧いただきましてありがとうございます。チャンネル登録・高評価をいただけると嬉しいです。このチャンネルではたくさんの動画をご用意していますので、どんな動画があるかだけでもぜひ覗いてみてください。どうぞよろしくお願いいたします。